最長度転職用バウシュ高校紙は着色能力が非常に大きいため接触点における大量の転職が可能です。濡れている研磨された金属製の光合面における色の鮮明度を改良するために特殊な結合剤をこの検査紙に加えています。結合剤トランスキュレーズはこれらの光合面に対する色素の粘着を促します。 これは、この検査紙が滑らかな吸い取り紙のスポンジのような構造であるため、圧力によって色素とトランスキュレーズ結合剤が絞り出されます。より濃くマークされた箇所、すなわち圧力の強い箇所では、より多くの色素が絞り出されたということを示し、通常の箇所、すなわち圧力が軽度または通常の箇所では、より薄い色に該当します。 高い点は濃くマークされるため簡単に見つけることができます。そして通常の接触点は薄くマークされます。この圧力に敏感な高校子のおかげで近い誌は正確にマークをつけることができます。特に相互的なバランスの取れた光合の原理によりこの方法を用いることによって最適な応力配分の成果を上げることが可能です。 これらのスポットはグリーススポットと間違えられる場合がよくあります。濃く着色したスポットを綿密に検査することにより、それらが特徴的な形状をしていることがわかります。濃い色の輪で囲まれている小さな明るいスポットが光合接点の中心に見られます。明るい点のような表面が実際の光合点を表します。